キックオフ長崎。キックオフ長崎。ジャンコ。長崎の未来へキックオフ。キックオフ長崎。長崎をホームに活動するプロサッカーチーム、ビファーレン長崎。この番組ではそんなビファーレン長崎や地元のサッカーチームを通して長崎のサッカーをさらに盛り上げていきます。いよいよ2024明治安田 J リーグが開幕。2月19日都内で行われた PR イベントで野々村チェアマンが今後の展望を語りました。 J リーグは昨年開幕30周年という一つの節目を迎えました。次の30年に向けて今シーズンは新たなスタートとなる重要な1年というふうに位置づけております。究極の目標はやっぱり J リーグが世界一のリーグになるということです。J リーグの選手が中心になって構成される日本代表がワールドカップで優勝するということを30年後に実現したいということを考えた時の第一歩というシーズンなのかなと。ビファーレン長崎にとっても今年は新スタジアムが誕生する節目の年。大事な2024年シーズン J1 昇格の鍵を高木拓也 CRO に伺いました。まあ、これかなと、感謝の気持ちなんですけど、これ、スローガンの頭にくる言葉でもあるんですけど、トラスタがラストイヤーということもあるし、いろんな意味でファンサポーターの方々にも迷惑をかけた部分もありますし、でもやっぱりそうは言ってもしっかり応援していただく皆様に対して、ね、やっぱり感謝の気持ちも忘れちゃいけないし、もうとにかくその総合的にいろんな人たちへ、そしていろんなものに対しての感謝の気持ちを込めてやっぱり戦うことがすごく大事なんだろうなというふうに思ってこれにしました。負けた時はなかなか出ないかもしれないですけども、勝った時とか、選手たちの表情とか行動に必ず何か出てくるというふうに思ってますので、はい、期待していただければなと思います。高木さんの今シーズンの注目選手は、名古屋から今回加わった陸ですね。もともと大宮アカデミー、大宮アルディージャーのアカデミーの出身の選手 で私も大宮にいた時に、そういう情報を得て実は見てたんですけど、その時に彼はもう甲府にいて、で甲府でかなりいいプレーができてたので、本当に多分ワンボランチもできるタイプだし、それからダブルボランチっていう2人 の中盤の選手を並べるような配置のもできるような選手なので、なんでそれができるかっていうと、やっぱ攻守のバランスがすごくいいと思うんですよね。その辺でどうしてもちょっと期待する選手になります。開幕はアウェーで藤枝前 FC と対戦。今日午後2時キックオフ。みんなで応援しよう。この後はサッカー元日本代表が島原にやってきました。キックオフ長崎。2月18日島原市で宝くじスポーツフェアドリームサッカーが行われました。県島原市自治総合センターが主催したこのイベント、県内では初開催です。今回はサッカー元日本代表22人が集結しました。長崎といえば、有名な方は分かりますか？エグザイルの高橋です。エグザイルの弟分の J ソウルブラザーから行きたいと思います。RYUSEI、流星群。カジさん、ずいぶんユニークなウォーミングアップですね。毎回考えるんですよ、これ。宝くじのこのイベントは
もうなんか恒例なんですよね。非常にね、あの静かでした。このドリームサッカーでからこのサッカー選手になる子どもたちが出てくればいいなと思います。みんなの心がほぐれたところで少年少女サッカー教室がスタート。島原半島の小中学生およそ160人が参加。元日本代表からドリブル、パス、シュートなどの技術を学びました。さらにミニゲームも行いました。子どもたちは間近でトップレベルのプレーを体感。元日本代表も一緒に楽しんでいました。もういい経験になりました。プレーが上手かったですね。やっぱ日本代表と思いました。ミニゲームの選手たちがこう短いパスで回してシュートに逃げたのがとても真似していきたいなと思いました。いや、子供たちもすごく意欲的にやってくれたんで、まあ、僕自身も楽しかったし、まあ、本当島原にも、ね、上手い子たくさんいるんだなって感じました。やっぱりここのメンバーは負けづらい多いから点取られたりすると一気になんか本気モードになるというか、そういう気持ちになるの久しぶりだったんで、まあ、そういうのもこういうのもいいなって思いました。まあ、島原の子どもたち非常にこう元気があって、でまた僕らが教えたことに対してもしっかりねやろうとしてくれたので、すごく良かったなと思います。まあ、なかなかこういう機会っていうのはないと思うんですけど、だからこそ僕らも一生懸命こう伝えたりとか見せたりってしなくちゃいけないと思うし、そうやって子どもたちが日本代表を目指してくれるようにやれればいいなと思ってます。この後は元日本代表と島原市選抜チームが対戦。代表 OB の活躍をとくとご覧あれ。キックオフ長崎。さて、いよいよメインイベント、元日本代表のドリームチームと島原市選抜チームの対戦です。ブラジル代表アーチェリー豪快な左足シュートを叩き込み世界を驚かせました。今まで長崎での活躍、川田圭司さん。日本代表通算40試合に出場したスピード自慢の頭脳派センターバック、坪見圭介さん。5 4 3 2 1、キックオフ。ありがとうございます。序盤から攻め続けるドリームチーム、先制ゴールは牧選手。続いて4日前にお孫さんが生まれたという久保選手。おじいちゃんゴール。おお、揺れてない揺れてない、立ち上げてる、立ち上げポーズ。66歳の金田さんはキーパーも抜き去る華麗なドリブルを披露。負けていられない島原選抜。それに本気になったが、その後のコーナーキックに久保。ここで前半終了。元日本代表のプレーに観客は嬉しいですね。こう本当テレビで見てきたサッカー選手たちがこう島原で来てくださってプレーしてくださるの本当楽しみに見させてもらってます。久保選手 の高さのあったヘディングが最高でした。梶選手を知りに来ました。島原に来てくださってありがとうございます。楽しんでます。ありがとうございました。後半には島原選抜チームが反撃。しかしさすがは元日本代表、ゴールを量産します。バットさんが来ている。
前後半合わせて7対1。試合後、島原選抜チームから2人が優秀選手に選ばれました。今の気持ちは？嬉しいです。みんなが攻められたおかげで見せ場ができて優秀選手をいただきました。ありがとうございます。おじさんもまだまだやれるとっていうのを見せれたと思います。はい。ドリームチームでもやっぱ連携したり、レベルが違いましたね。会場も沸きましたし、自分もまさか1点入れるって思わなかったんで、気持ちよかったし、いい思い出になりました。およそ2000人の観客を沸かせたドリームチームから皆さんにメッセージです。皆さんぜひ日本代表を目指して、頑張ってほしいなと。長崎からね、一人でも多くの日本代表が出てくることを期待しますので、ぜひ頑張ってください。長崎県の、子どもたちサッカーを楽しんでいる皆さん、とにかくまずはサッカーを楽しんでほしいなと思いますし、そういう中でね、近くにビファーレ長崎っていうプロのチームもありますから、そういう選手たちのプレーを見ながら、共に成長していければいいなと思います。皆さん頑張ってください。キックオフ長崎。